植生調査とは植物群落の様子を植物社会学的に調査することである。その植物群落を構成する種やその繁殖の程度、群落の構造等を記録する。植物群落は陸上の生態系においては最も基本的な特徴であるから様々な環境調査では必ずと言って良いほど行われる。陸上は そこが生物にとって生育可能である限り、ほとんどの場合に植物群落に覆われる。植物群落はまず景観としてその場の姿を決め、生産者として生物群集の生産を支えるだけでなく、構成種ごとにある程度特異的に関係する多くの生物を抱え、またその構造が他の生物にとっての生活の足場を提供する。したがって、 植物群落の種構成やその構造を記録することは植物群落の研究そのものだけでなくその地域の自然に関する基本的な情報としても重要である植物群落の調査法は植物社会学において発達したこの分野ではこの調査によって得られた情報に基づいて植物群落を分類体系づけることを行う 植物群落そのものの研究では、当然ながら様々な方法で、多くの角度からの独自の調査法があり得るが、普通は、ブラウン・ブランケの方法が使われる。ここでは、種として、これについて説明する。この方法は、基本的には森林に対して行うものなので、森林を想定して説明する。それ以外の方の植物群落でも、それに準じて、調査を行う。 一般的なコドラートのサンプルの冷食性調査は、普通、コドラートポーで行われる。その地域、区画の食性の特徴が最もよく出ていると思われる場所を選び、そこに正方形の枠を設置し、その内側を標本として調査を行う。状況に応じて枠の形は変わることもある。例えば険しい尾根筋で調査をする場合、 枠は幅を狭く設置せざるを得ない。枠の大きさについては、その群落を構成する種類が全部入ってしまうのが一番良いと、されるが、それを確かめる方法は、まずない。具体的には面積を変えながら、種数を数え、種数面積曲線を作り、その曲線が飽和に達した面積を取るのが良い。一応一般的な通念として、外略の検討というものがあり、 日本では森林ならば、だいたい20から25メートルくらいが適当とされる。別の検討としては、群落の高さを枠の大きさとするという目安もある。枠を置く場所としては、その植生の特徴がよく現れたところということになるが、これは言い換えれば、先にその地域の植生の特徴がわかっていなければならない。実際には、 外から見ても森の中にいても生えている樹木が大きく変われば見た目も大きく変わるためその中で最も典型的そうなところを選ぶということになる。まず群落の階層構造を見る。日本の森林ではほぼ以下のような区別をする。それぞれの高さは森林によって異なるから、まずそれを判断する。場合によってはどれかの層が欠けていると判断する場合もある。 それぞれの層について、その層の植物の種、その層の植物が標本とする面積のどれだけを覆っているかや優先種を調べる。各層を構成する種をそれぞれに列記する。つまり、層別にその区画に生育する種全部を記録する。なお、それぞれの植物がどの層に属するかは、それぞれの個体の一番高いところに達している位置で判断する。 例えば、高木の根元から低木層の高さに横枝が出ていても、この木は高木層に含める。また、同種の芽生えが生えていた場合には、こちらの個体は双本層に含まれる。なお、この時調査の対象とするのはほぼイカンタバ植物、つまりシダ植物と種子植物に限られる。苔植物は普通は調査の対象とはしない。これは植物学者が、 苔植物を視野の外に置いているからというだけのものでもなく森林の構造を作る主体がこれらの植物であるとの判断も含まれている。これだけでは単なる種名リストであり、それぞれの量的関係や繁殖の様子がわからない。例えばたまたま生えた一本の芽生えとその区画に一面に繁栄しているものとが同等になってしまう。そこで、 その繁殖の様子や量を示せ必要がある。そのために、ブラウン・ブランケの方法では、以下の二つの基準を用いる。これらはいずれも五段階の階級で表示する。この両者を並べて記録し、例えばコジーの虹林では往々にして、高木層がほとんどコジーで占められるから、コジーが5.5である。高木層では、単独儀であってもある程度まとまった面積を持つから、 小さくても1.1までくらいしかならず、プラスはあまりつけない。臨床に単独で生ずるもの、例えばコクランはプラス1である。その区画の個々の木について、種名や大きさなどを記録することもあり、これをマイキ調査という。やり方は様々だが、大きい方から選んでいき、樹種、樹高、強硬直径、樹幹の広がりなどを記録する。植物社会学では、 こうして得られたデータを一覧表として、それらを並べ替えて、植物の蘇生の類型に分ける操作を行う。これをテーブル操作という。ありがとうございます。